マイスタンドイン、お金持ち攻めでございます。いろんな謎がものの5分とかで散りばめられまくってる。本当に見ていただきたい。こんにちは、チルチル。商業 BL レビューサイト、チルチル編集部の尾藤めだかと、はい、チルチル編集部実写ドラマ評論家、ひろみちゃんアンダーグラウンドです。よろしくお願いします。はい、さて今回は何の作品を紹介いたしましょうか。はい、マイスタンドイン。おはい、こちらの作品なんですが、ただいま iQIYI というドラマサイトで絶賛放送中のタイ BL でございます。おタイの BL は激アツですよね。激アツの圧でなんとこちらの、ドラマなんですけども、はい、iQIYI タイランドの初のオリジナル作品ということで、あのヒット作品のキンポルシェの監督などが関わっていて、とっても力の入っている作品になっていて、もう見どころが満載なので語っていきたいと思います。それではキャストなんですが、こちらはミンとジョーの物語になっておりまして、攻めがミンなんですけども、はい、こちらのミンはですね、御曹司のお坊ちゃん。 ありがたい。御曹司のお坊ちゃま、お金持ち攻めでございます。みんな大好きな設定ですね。それにかけるのが、はい、受けがジョーでして、はい、彼はスタントマン。まあ、このタイトルになっているスタンドインっていうのがスタントマンのことなんですけども。なるほど、そっから来てるんですね。はい、そうなんです。トンという俳優さんのスタントマンをやられてる俳優さん、はい、っていう形の2人のカップリングでございます。もうビジュアルももう拝む拝む素晴らしいビジュアルで本当に。でこちらが結構物語自体はこうドロドロとした人間の三角関係とかがいろいろ出てくるんですけども、はい、どんどん紹介していきたいと思います。はい、はい、それではこの作品を見ていただきたい3つのポイント。1つ目、圧倒的な伏線回収の数々。本当にあの分厚いストーリーになっているんですけども、はい、もう1話の冒頭の始まりがですね、まずはそのスタントマンをやっているジョーがその撮影現場にいるんですけども、すごい崖とかがすごい壮大な、はい、まあ、撮影現場に参加しているシーンから始まって、はい、ミンからの着信が鳴るんですね、はい、それに出てちょっと意味深なやり取りをしつつ、はい、電話を切り、あまり会話をせず電話を切り、ジョーがそのスタントの撮影に挑むところからスタートするんです、物語が。なるほど。でその撮影がもう3、2、1スタートってなった時に、バイクを走らせたジョーはその崖に向かってバイクを走らせて、はい、でワイヤーで吊ってるから安全なはずなのに、ワイヤーが切れて崖から落ちてしまう。落ちちゃうんですか、1話から。そうなんです。1話から衝撃的なスタートから始まり、はい、目が覚めるとなんと2年が経っていて、病院のベッドで目覚めて、はい、すると目の前に知らない女性が、はい、息子よって言って声をかけてきてるんですよ、はい、これなぜかというと、なんと2年後に違う同じ名前のジョーという男の人の体に魂だけが入ってしまって目覚めるっていう。なるほど。もういろんな謎がこう最初のものの5分とかで散りばめられまくってる。伏線の数々っていうところから始まっていくんですね、はい、でまあどんどんストーリーは進んでいくんですけども、まあ、ご紹介したいのがまずは1から4話なんですけども、うん、まずはまあその1話衝撃的な始まりから始まって、はい、でもうとにかく違う体になってしまっているじゃないですか、はい、ただジョーとして生きていくんですね、はい、その中でなんと以前の体、以前のジョーの姿
だった時に、はい、スタントマンとしてお世話になっていた芸能事務所の方がいるんですけども、はいはい、その人に再びまた関わるようになるんですよ。入れ替わる前の方と。そうなんです、そうなんです。複雑ですね。すっごい複雑で説明がめちゃめちゃ難しいんですけど、はい、っていう形で、はい、まあその芸能事務所に行った時に、その自分魂は前のジョーのままで、新しい違うジョーの体をまとったまま芸能事務所でミンと再会をするんです。はい、もうそのシーンが緊張感が走るというか、そういった中でミンとその昔の中身のジョーの関係性が、緊張が走っているっていうところの伏線を張りつつ、そのジョー、中身のジョーの振り返りが物語では主軸になっていくという形になっていくんですけども、はい、まあ複雑濃いですね。1話からめちゃめちゃ濃いんです、うん、もうそれで、まあ、1話から4話の間に冒頭の10分間で貼られていた伏線はもうほぼほぼ回収するような形になっていて、その過去ではミンとその中身の女王が出会、2年前に出会った馴れ初めが描かれていくんですけど、これがまた結構なんて言うでしょう、切ないと言いますか、はい、うんっていう感じなんですね。ではそんな中で見どころその2、重たい設定なんですけども、はい、テンポが良くてとてもコメディタッチが多いので、うん、見やすいという点です、はい、まあ、この2人の出会いという風なところにフォーカスが当たっていくんですけども、はい、なんと三角関係が登場して、いや四角関係と言った方がいいのか、おっと、はい、まあ、こちらも説明をさせていただくと、はい、あとミンとジョーの出会い方だったんですけども、はい、ジョーはですね、もともとトンという俳優さんのスタントをやっていたんですね、うんうん、でなんとミンはトンに片思いをしていたんです、はい、そしてそのトンはですね、ミンのお姉さんとくっつくっていう、まあ、はい、切ないんですよね。でそれでそのミンはジョーがスタントをやってるじゃないですか、だから後ろ姿がやっぱそっくりなんですよ、はい、なんでジョーは先にこうミンに惹かれていっちゃうんですけども、はい、その自分に惹かれているジョーをトンの代わりとしてお付き合いをしていってしまうっていう、ちょっと切なさを含みながらも、とにかくジョーが切ないんですよ。切ないですね、うん、好きな人に別の人を重ねて見られているという。そうですそうです、まさに心苦しいんですけども、うん、2人のやり取りとかを本当に可愛らしくって、はい、特に2人がそのやっぱり大人な関係といいますか、はい、一緒にそのジョーがミンを誘って車に乗せて自分の自宅に連れてっていいムードになって、おベッドインかって流れになった時にお互い立ちっていう一回そういったところとかのなんか描き方がすごい、なんかその時の音楽とかもすごいアップテンポっていうか、なんかすごい描き方面白いですよね。緊急事態ですからね、だいぶあ できないじゃんみたいな感じになっていてっていう、なんかそういったコメディタッチとかも、まあ、結局それもジョーが折れて、はい、ミンを受け入れるからこそまたね、あ受け入れてるのにやっぱり重ねられてるのを噛んでみたいなところが、辛いと思いつつも、はい、なんかそういった2人のやり取りに可愛らしさとかほっこりさっていうのがあったりとかっていうところがすごく見どころになっております、はいはいはい、ではこのドラマの見どころ3つ目、代役というキーワードですね、はい、タイトルにもなっているスタンドインで、先ほどもちょっと人物相関図みたいなものを語らせていただいたんですけども、もうとにかくミンとジョーの物語ではあるんですけども、ミンが好きになったきっかけがやっぱり代役である、後ろ姿が似ているから好きになったっていうところもそのなんか一つですし、ジョーの夢と言いますか、そのなんて言うでしょう、スタントマンしかできていない、でもやっぱり俳優としても活躍をできる場があるかもしれないみたいなところの、自分の夢を追っているっていうところでも、そのでも代役で居続けないといけない、
そのなんていうんでしょう、いろんな芸能系なんで圧力とかがかかってしまったりっていうところがあったりとかっていう、そこの物語の葛藤っていうのも非常に魅力満載なところになっています。でその4話以降、その過去編が終わって、うん、その今ジョーは自分の魂だけが違うジョーに入ってしまってミンと再会して進んでいく物語もまた代役っていうところがキーワードになっていくので、これからの展開がね非常にどうなっていくかが結構見ていて、あ苦しい切ないっていう部分は多いんですけども、はい、そういなんか一つのキーワードをもってして、うん、すごく分厚い愛渦巻くストーリーが展開されているので今後の展開にとっても期待をしております。本当に見ていただきたい、とにかくすっごい力の入ってる作品になってまして、ストーリー面白いしキャラクターも最高だし、いや本当にまあそのなんて言うんでしょう、主演のお二人もそうなんですけど脇役の皆さん、そのトンの役であったりとかっていうところも、はい、本当に俳優さんのビジュアルが素晴らしいので、はい、ぜひ見てみていただきたいです。はい、本日もひろみちゃんアンダーグラウンドさんに実写ドラマの出演をしていただきました。はい、それでは皆さんバイチルー。